かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺。さあ法隆寺にやってきました。今日は法隆寺編ということで早速入っていきたいと思います。なぜ燃えずに地震にも耐えて1400年も立ち続けているのかという本題に入る前に、少し法隆寺が作られた背景と境内をご案内しましょう。奈良県斑鳩町にある法隆寺は大阪駅から約40キロのところに位置しており、607年に建てられた仏教のお寺です。世界最古の木造建築としてギネスブックにも載り、1993年には日本初の世界遺産となりました。7世紀という時代は日本に仏教が入ってきて一般の人たちに浸透していく時代でした。この仏教を広める大きな役割を果たしたのが聖徳太子です。日本史上初の女性天皇であった推古天皇を助けるために活躍していたのが聖徳太子。国の安定のために仏教を広めようとして作られたのが法隆寺と言いたいのですが、実はそうではありません。もともと法隆寺が作られたきっかけは聖徳太子の父親である陽明天皇の発案でした。自分の病気が治るよう寺を建てようと考えたのです。しかし建てる前に崩御されてしまいます。その意思を継いで推古天皇と聖徳太子が607年に完成させました。言ってしまえば聖徳太子の家族のために建てられたのが法隆寺なんです。当時の都であった斑鳩宮の隣に建てられました。この時建てられたのが現在の西院と呼ばれるエリアです。現存する世界最古の木造建築物があるのもこのエリアです。法隆寺といえばのこの五重の塔、そして金堂があります。法隆寺はメインの場所が西院と東院というエリアに分かれていますが、東院は聖徳太子が亡くなった後に聖徳太子を忍んで8世紀頃に作られたエリアです。ではなぜ1400年も倒れずに残っているのか、その理由に迫っていきましょう。長い年月この地に立ち続けられた理由は4つあるというふうに言われています。順番に解説しましょう。1つ目の理由としてはヒノキを使って建てられていることです。日本では古くから建築材料として使われてきました。ヒノキは切られてから強度が上がるという不思議な特徴を持っています。200年間ほどは強度が上がり、その後は強度がゆっくりと低下するんですが、1000年で伐採した時と同じぐらいの強度になります。ヒノキは1200年間にわたって強度が一切落ちないということです。またヒノキは防虫殺菌効果でも知られています。長い寿命を維持できた理由と一つとして言われています。2つ目の理由としては丁寧な修理を行ったことです。西里と呼ばれる地域に住む宮大工によって法隆寺は日頃から定期的にメンテナンスされていました。そして時代の節目で行われた大掛かりな修理です。例えば安土桃山時代の1606年慶長大修理が行われました。当初の姿を損なう修理があったというふうに言われていますが、一方でその後も長年にわたって法隆寺が維持できた原因とも言われています。さらに江戸時代にも大掛かりな修理が行われます。1692年から15年間にわたり三大将軍であった徳川家光の側室慶祥院によって行われました。この修理では特に五重の塔に力が入れられたとされています。実はこの時の修理によって法隆寺にあるものが新たに2つ付け加えられたんですが、何だと思いますか？まずはこれを見てください。葵の門と九つ目由衣門です。葵の門は徳川家、そして慶祥院の実家である本庄家の家紋である九つ目由衣門。この灯籠も修理の際に新しく作ったというのでアピールしたかったなということがよくわかります。さらにこちらの龍を見てください。金堂を支える柱に作られているのですが、最初に作られた突き出した屋根の下には柱がありませんでした。そのため屋根の先端の強度が弱かったんですね。それを補強する必要がありました。そこで柱をつけたわけですが、この龍の装飾も一緒につけられました。面白いですよね。そして昭和の大修理です。1934年から50年にわたり大規模に行われました。これによって当初の姿に近い状態へ復元できたというふうにされています。こうした大きな3回の修理によって寿命を長引かせることができました。さらに着目すべきは最初に建てられた時から修理されることを想定して作られていたということです。どういうことなのでしょう。法隆寺は釘やネジを使わず継ぎ手や敷地といったやり方で建てられました。木材の継ぎ目が
ジグソーパズルの凸凹のような形になっているのです。これによって当初の技術や部材というものを生かしたまま建物を解体して修理することが可能になりました。そのため法隆寺で補修するときに取り替えが必要になったのは柱の根元であったり屋根であったりマイナーな部分だったのです。メジャーどころである建物の骨格であったり内部といったところには建設された当時の木材を残すことができました。ちょっとここで寄り道。この昭和の大修理の間に法隆寺は一度完全に解体されているのです。1944年、太平洋戦争の戦火を逃れるために部材を疎開させているのです。太平洋戦争が終わった後、1947年に再建された形になっています。3つ目は地震に強い構造であったということです。いくら大きな修理を行ったとしても地震が来て壊れてしまっては元も子もありません。この点法隆寺の地震対策は最強との呼び声が高いのです。特に高さ約32メートルの五重の塔、積み上げ構造といわれる建築様式で建てられています。塔の真ん中には1本の柱がありますが、これは各階とは切り離されています。地震の際には各階が互い違いに揺れて振動を吸収するような構造になっていると言われています。実はこの技術いろんな場所に応用されているのです。日本初の超高層建築であった東京の霞が関ビル、そしてなんと現代の最先端建築である東京スカイツリーにも採用されている。ちなみにこの耐震性の理由は未だに完全には明らかにされていません。2006年に法隆寺の五重塔の5分の1サイズ、重さ約2トンで作られた模型を震度5強で揺らす実験が行われました。しかしそこでも謎を解明することはできませんでした。というのも中央のある柱が何らかの形で揺れを抑えるのか、それとも1階から5階の各層が蛇のようにくねくねと揺れてバランスを取るのかなど詳しいことは分かっていないのです。ただ1921年、東京帝国大学、現在の東京大学の教授であった大森先生は法隆寺の耐震性についてこう言っています。五重の塔を倒すほどの地震は存在しないとまで言っているんです。最後4つ目の理由は学問の場所であったことというのが挙げられます。平安時代から安土桃山時代にかけてはお寺は多くの土地や兵力、僧兵を持っていました。彼らは政治に口出しをしたり豪族、大名と同じぐらいの勢力を持っていました。このことにより一度戦争が起きればお寺は攻撃されることになりました。建物も当たり前のように焼かれるわけです。例えば織田信長に攻められた比叡山や石山本願寺などがあります。一方で法隆寺は純粋な学問の場所でした。法隆寺は別名法隆学問どころと呼ばれており、現在でいう仏教を学ぶ大学のような場所として機能しています。こちらを見てください。西院にある大講堂ですが、ここでは仏教に関する研究がされているわけです。このように仏教の教えを純粋に学ぶお寺として発展してきたため、奈良や京都という都に近いながらも政治的に誰かから狙われることもなかったというふうに考えられるのです。いかがだったでしょうか。私が今回特に驚いたのは修復する際に解体することも前提に建てていたという点です。1400年も前に解体する時のことを考えて建てる発想があったとはすごいですよね。現代の SDGs につながるところがありそうです。なお法隆寺の周りには見どころがたくさんありますので、行かれる際には時間に余裕を持ってご覧ください。さあ法隆寺にやってきました。今回は法隆寺編。一息つきたい時には南大門の外にある奈良名物柿の葉寿司はいかがでしょうか。